浜松市内では天狗をモチーフにした張り子作品の展示会が開かれています。浜松市の街中では地元出身の張り子作家坂田義明さんによる展示会が開かれています。天狗をイラスト化して制作した天狗ちゃんの張り子や手びねり人形およそ200点が展示販売されています。また今年の干支であり浜松市南区のネズミの町に伝わる白ネズミ伝説をモチーフにしたネズミの張り子や手びねり人形も並びました。すごい可愛いのと、なんだろう、愛嬌があって、結構話を本人に聞いたら細部までこだわって作られてるんだなっていうの。浜松本当に面白い街で文化がすごい点在しているので、まあ、郷土のことを知ることによって今よりもっと浜松を好きになっていただけたらいいなと。この展示会は今月14日まで開かれています。